てさて、どんな依頼がいいかな。経験を積むためだから、えり好みしちゃいけないよね。当然っちゃ当然だけど、都の外に行かなきゃいけない依頼が多いね。外には魔物が出るし、準備はしっかりしないと。道具を作って持っていくのと、あとは武器と防具の準備かな。確かどっちもハギルさんのところで揃うはず。うん、じゃあ後でやってみようか。まあお金を貯めないと何も買えないけど。あ、すっかり忘れてた。とほほ。ねえハギルさん、ここって武器と防具も扱ってましたよね。おう、もちろんよ。なんだ、魔物退治でも行くつもりが？そうです、並み居る魔物たちをバッタバッタとなぎ倒そうと思って。大げさだよ。依頼のために都の外に行くから、そのための準備をしたくって。なるほどな。だったらうちの店はうってつけだ。剣でも銃でも鎧でも既製品も特注品も最高の品質を保証するぜ。俺様自慢の火事の店、好きなだけ見ていってくれよな。そういえば最近あんまり教会に行ってないよね。たまには顔見せに行ってみる？ああ、うん、そうだね。何か面白いことあるかもしれないし。なるほど。まあよしとしましょう。ただしシスターの仕事と兼任ですよ。わかったわ。精一杯頑張るわね。あれ、パメラさん、久しぶりですね。結構長い間留守にしてましたけど、何をしてたんですか？お店に並べる品物を探してたの。掘り出し物をたくさん仕入れようと思って。アメラさん、相変わらずここでお店をやるつもりなんだ。ああ、教会でお店を開いちゃうなんて、パメラさんってかなり度胸があるよね。いいのよ、これも理由あってのことだもの。きっと神様も許してくれるはずよ。本当かな。いいんですか、シスター？彼女の言う通り、理由あってのことなので私も許可したのですよ。そうそう、つまり私のお店は教会公認ってわけなの。あ、うん、その教会公認とまで言われると若干語弊がありますが。そう、じゃーん、パメラのお店新装開店よ。二人ともじっくり見ていってちょうだいね。新しいレシピ結構ひらめいたね。やってみると意外に思いつくものだな。うん、これだけ思いつけば課題は平気でしょ。そろそろイル師匠に見せに行ってみよう。師匠、レシピいろいろ考えてきましたよ。あら、自信満々じゃない。さて、見せてもらおうかしら。うん、
これなら合格よ。調合の時といい、あなたたちかなり筋が良さそうね。本当ですか？もっと褒めちゃってもいいんですよ。ほら、あんまり調子に乗らないの。まだまだひよっこなことに変わりはないんだから。ただ次のステップには進んで良さそうね。二人とも夢の絵筆のことは覚えてる？はい、覚えてますけど。今の二人ならあの道具を完璧に作れると思うの。正しいレシピをひらめいてしっかり調合すればね。というわけで次の課題よ。夢の絵筆を作って私に見せてみなさい。私の弟子だもの。まさかできないなんて言わないわよね。はい、もちろんです。すっごいの作ってきますから。よろしい。それじゃあ待ってるわ。あ、わからないことがあったら聞きに来ていいわよ。その、頑張りなさい。あなたたちにならきっとできるから。ひらめいた。きっとこのレシピなら夢の絵筆もしっかり作れるはず。うん、焦って失敗しないようにだけ気をつけなきゃね。よーし、夢の絵筆の出来上がり。うんうん、今度はちゃんと夢にあふれてそうだね。これなら師匠も褒めてくれるかな。すーちゃん、師匠に見せに行ってみよう。いる師匠、夢の絵筆で作ってきました。へっへー、私たちの自信作ですよ。見てください。うん、文句のつけどころがないわ。やるじゃない、二人とも。頑張った甲斐がありました。これなら多分試験にも合格できるでしょう。どう、今から王城に届けに行ってみたら。あ、そうですね。でも一回落ちてるからちょっぴり不安だな。何よ、大丈夫って言ってるのに。じゃあ私がついて行ってあげようじゃない。何か文句を言われたら私が助ける。それでいいでしょ。わあ、師匠がいてくれたら百人力です。ぜひお願いします。わかったわ。じゃあ出かけるとしましょう。ミレイユさん、再試験お願いします。今度こそ合格してみせますから見ててくださいね。へえ、少しの間に随分自信がついたみたいね。これもあなたのおかげかしら。さあ、ただ前のままの二人だとは思わない方がいいですよ。じゃあ評価を発表するわよ。感じよ。これならバッチリだわ。まさか短期間でここまで腕を上げてくるとはね。2人とも合格よ。アトリエランク制度への参加を認めましょう。イエーイ、やったね、リリー。はぁ、V だよ、V。 これも全部師匠のおかげです。うん、これはあなたたちが頑張った成果よ。遠慮しないで胸を張りなさい。さすがイルメリアさんね。早速後進の指導に当たってるだなんて。あなたを C ランクとして招致したこと、やっぱり正解だったみたい。 C ランク？ C ランクってどれくらいすごいの？私たちは今
スーちゃんたちは今一番下のランクなしね。ランクは S と A から G、 それにランクなしの9つ。ってことは C ランクって上から4番目？ランク制度ってこの間始まったばかりなのに？ええ、イルメリアさんはそれにふさわしい実力者。いいお師匠様を見つけたわね、二人とも。私がすごいのは当然ですけど、この二人もなかなかの逸材だと思いますよ。何せいつか国一番のアトリエになる二人ですから。そうでしょ？ね。はい。国一番のアトリエ。言葉だけじゃないってところ見せてちょうだいね。ありがとうございました。明日からよろしくお願いしますね。おお、びっくりした。本当にうまくいくのか。さあ、でも今のところは怖いくらい順調よ。制度のおかげで有力な錬金術師が揃いつつある。それにあの双子ちゃん、イルメリアさんの弟子になったからにはあの子たちは絶対に伸びる。だからこのままいけばきっと大丈夫。少なくとも何もしないで待つよりははるかにマシよ。だな。あと一つだけ言っておきたいんだ。その顔ものすごく悪人みたいだぜ。うっさいわね。